皆さんこんにちは、千秋です。今日は大好評古着第2弾です。なんともう第2弾にして私の一番好きな古着屋さんを紹介します。じゃーん、シカゴ、よろしくお願いします。私が高校生の時に初めて買った古着屋さんがシカゴで、そっから多分16歳ぐらいでしょ、26、30年以上ずっと通っている古着屋さんです。で、東京にもいっぱいあって、原宿には3軒もある。全部行きます。そのうちの1個のお店を紹介します。量も値段も種類も一番いっぱいある。例えばこういう着物みたいなのもいっぱいあるじゃん。普通にメンズもアメカジもロマンティック系も花柄ももう軍物も何でもあるの。こういうものが欲しいなと思ったらまずシカゴに行って探してから古着のショッピングが始まる感じ。今日欲しいのはロックっぽい古着の T シャツと、あとデニムと、ちっちゃなスウェットとか、あとワンピースか小腹柄のスカートとか。ここは多分白いコットンレースのものがいっぱいある。いっぱいあるコットンレースのこんなものがいっぱいある。これもなるほどね。これは4950円だけど、ちゃんと縁取りもしてあってかわいい。他はね、もっと安いよ。これとかは2410円。夏はさ、こういう何でもない T シャツとデニムに合わせてもいいし、冬でも合わせられるから、これの上にニット着ちゃえばいい。ボーイスカートシャツ見て、ちっちゃいショートになってるよ。ちゃんとリメイクでショート丈になってる。ボーイスカートシャツ、子供のじゃないんだよ。ボーイスカートのだよ、ほら。本当だ。ボーイスカートのやつでもすごい大きいんだけど、もっと長いのだけど、ここを切ってくれてる。今今年ショートが流行ってるから。ボーイスカートもうね、私高校生の時から考えると、この色も買ったし、この色も買ってる。で、いつの間にかまたなくなっちゃったけど、また買おうかな。ボーイスカートのやつはさ、あのワッペンがいっぱいついてるからさ、かわいい。軍物とまた違う。言うの忘れた。今日これも前にシカゴで買ったシャツ。コンパクト T シャツだから子供用のちっちゃいやつかも。見て、いろいろある。これかわいいね。ほら、シカゴ。子供？子供だよ。ああ、子供っていうかコンパクト T シャツか、小さいやつ。これかわいいかも。これにしようかな。これはまず候補で、ちょっとロックっぽいのが欲しいので、子供のところにはさ、あ、マリオだ。巨人色。ほら、キッズキッズって書いてあるの。キングキッズと、いいね、キッズが着れると。いいよ、だってさ、キッズだと安いの。あ、私の好きなサメ。93年のだね。これもかわいい。なんだこれ。こっちにロック T シャツがあった。ジージャンも切ってくれてる。あ、本当だ。おショート丈シリーズだ。あとスカーフもいっぱいある。ここもショート丈、ここも全部ショートだよ。あ、あったあった、ロック系の、ロック系のやつを探そう。
あ、マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソンいいな。でも大きいんだよな。ほら、マイケル。3,650円。かわいい。この辺。エルビス。何がいいかな。マクロイド。エルビス。デビッドボーイとかさ、そのニルヴァーナ、その辺ないかな。あとなんか。ニューキッズ、オンザポスト、なんかガガとかもあったらいいね。ガガ、ガガの T シャツ、まだね、見たことないよ。面白い。ある？見て、こういうさ、レアなやつもあるよ。お、ヴィンテージ高っ。ノースフェイスとかもあるよ。ここはショートにしてくれてるやつ。ショートのやつは2400円ぐらい。はいはい、例のごとく。これをショートのやつ、この辺見よう。アルフローレンとかの T シャツもショートにしてくれてる。昔はさ、昔はね、リメイクそんなになかった。ここ最近はシカゴはリメイクしてくれるようになったので、こういう、私スーベニア T シャツが好き。あの、地名が書いてあるやつ、企業もの、アド系企業ものか、あのボストンとかさ、お土産屋さんに売ってる T シャツ。これは上から見える？取れる？全部。うん、多分ここのエリアに私好みのやつがありそう。こういうのも可愛い。さっきから建物に目が行くから、建物が好きなのかな。ヤシの木も好き。これも可愛い。あ、あ、同じ？さっきのあったよね。うん、だけどこっちの方が値段が高いから、こっちは大きいサイズだと思う。大人のサイズ。ちっちゃいとね、安いの。子供服扱いだから。だから得してんの、私。同じ T シャツでもさ。だってこれ、3800円ぐらいだよ。さっき2500円ぐらいだったよね。そういえばそうだよね。かわいい。かわいいけど、大きいよね。初めて買ったジーパンもリーバイスだった。黒いリーバース、黒いリーバース。小さいけどここがでかい。うん、28とかがある。25がある。25ちっちゃいか。いいんじゃない。でもでかいね、長いね、長さはね。これは短い。これ短い。あ、いいんじゃん。ここ見ててさ、超短いと思ったらさ、ぴったしなの嫌だね。私こんなに足短いんだって思っちゃう。背がちっちゃいだけだよ。そうかな。足長いよ。本当？うん。こうやって見てて、わ、短いと思ったやつを履いたらぴったりなの。ちょっとこれ履いてみようかな。
でこの着物シリーズがいっぱいあって、すごいいろんな色あるじゃん。全部安いんだよ。ほら2000円ぐらい、1000円ぐらいで、ここにもよく衣装で使ってたの、こういうこういうさ、ザ着物っていうやつ。こういう20代の時は T シャツに着物をスカートにしてテレビ出てたんだけど、その時はこういうところから可愛い柄を探してスカートに変えてた。こういうのさ、今探してもなかなかないじゃん。あとこの辺の赤襦袢、肌襦袢、肌襦袢、肌襦袢の赤もよく使ってた。この辺は衣装にすごい使ってた。で帯もいっぱい、こけしがいっぱい私の友達がいっぱいいる。メタリカとかあるよ。上手。ニルバナ多いね。ボブマーレーとか。これ誰だっけ、ジャスティン・ビーバーだ。ステューシーって昔流行ったよね。あ、小さい。これも着てみよう。90年代にスケーターが流行った時にみんな着てて、私はスケーター通ってないから着なかったんだけど。今日のファッションポイント教えてください。今日は私がお気に入りの春日部で作ってる帽子、好きすぎて3つも持ってる、とこのシカゴで買った子供用の T シャツと、シャネルのバッグ、あとこの間の古着ロケで買ったリーのリムとコンバースと、アクセサリーは最近シルバーにハマっていて、このネックレスは20代の時にニューヨークの5番街のティファニーで買ったネックレス、人で。で、これは私がアメリカでやっているラブストーンのターコイズなんだけど、これホワイトバッファローっていう色のターコイズで、あとはロレックスの時計と、これもラブストーン、なんかシルバーにハマってる。ちょっと前までゴールドが好きだったんだけど、です。以上です。もうでも全身古着ですね。そのラブストーン欲しい。嘘、これ3色あるよ。めっちゃ可愛い。あの青いターコイズと緑のターコイズと、このこのホワイトバッファローっていう真っ白のターコイズで、これはあのティファニー鉱山って言われる鉱山と契約して、そこで取れるターコイズだから、すごいレア。ラブストーンのチェックしてください。じゃあ着替えます。着替えた。じゃーん。なんかギリギリ長いけど、ギリギリいける、いける、折ったらこういう感じ。 あ、いいじゃん。でも長いか、ちょっと折ればいい。あの人こんなに折ってるって思われないちょっと大きい、ここがズルズルするかも。もう一回着替えます。じゃーん。なんかこっちの方がさっきよりマシ。ここは、うん、あのマシ。ここがなんかでかいけど、え、そういう形分からん。 T シャツいいね。 T シャツはいいよね。うん、あえてのステューシー。じゃーん。さすがに短い。あ、本当だ。どう？さすがに短いよね。本当だ、短いね。これは短いからやめよう。これは？セリラ、いいよ。思ったより大きくないよね。うん。大きくないよね。いいね。うん、大きくない。いいね。でもこれは短すぎる。やっぱ短かったんだ。27。これは？うん、裾上げしてもらえばいいのか。うん、できた。これ誰か
まあ切ってもらえばいい感じ。いいね、黒黒。13,200円だから近くの中ではまあまあいい値がする。でもその分いいよね。うん、501、501、うん、だよね。いいね、うん、いいね。スリラー、スリラーは買い、これを買おうか。あんまり黒ジーンズ履いてなくない？持ってない。なんかすごい目新しい。そしてこれを切ってもらおう。うん、お店さん、うん、じゃあお願いします。でもしかしたらちょっと1個ぐらいおるかもしれないので、長めにやってもらって、はい、折ってもらわなくてもいけるような感じだったら嬉しいな。わかりました。あ、いいね。いいよ。あ、いいね、うん、501だよ。ブラックジーンズ初めてかも。初めて見た。よし、初めて見た、うん、よし、これ買おう。着替え終わりました。今からお会計をします。今日も楽しかった。